どうもこんちゃー。さあで今日はね、普通にさっきお風呂掃除一生懸命してたら、なんかちょっと排水口に僕流れてったんですけど、で今日やりたいことは、今日はなんかこの関係ない、これ全然板チョコのアイスをすごいたくさん食べるみたいな、あれ以来さ、やっぱりさ、俺チョコレートすごい大好きになってしまって、なんかそれをねちょっとね食べたいなーって思って、たくさんなんかははは今日はチョコレートのなんかお菓子とかケーキとかすごいたくさん集めたんで、今日はチョコレートだけでなんかいっぱい食べたいと思いまーすっていう感じ。すっげえ眠い、本当にやば。床にこんな感じですごいなんかたくさんね、なんかね、いろんなチョコレートちょっと持ってきたんで、今日しっかり綺麗に行ってきたいと思いまーす。行ってきまーす。たっちゃん、もう行った。何なんだよこの床、もうちょっといろんな意味で滑ってるもん最近まあいいや、なんもなんか、なんもない。今日はまず買ってきたもの紹介的な感じで、今日は買ってきたもの紹介していくんですけど、楽しくやっていきたいじゃん、やっぱりなんか僕の人生みたいな感じで、なんか、皮肉で言ってないからね、全然。一つ目なんですけど、このなんか、すごいよね、これ初めて見たんですけど、このなんか、バナナ出す。あ、そういうことか、なんか、自己紹介して、自己紹介してるっていうことかな、これなんか。ありがとう。じゃあ、これめっちゃ美味しそうじゃない、普通に。なんだこれ、イエスタデイみたいな。なんだっけ、SY? ハーシーズチョコレート。こんなにさ、でかいと思わなかった、普通に。なんか、サイズ感わからないなと思って、ちょっと勝手に買ったらさ、なんかすっげーでかい、これ。なんでさ、あ、できた!もう。これ2枚。アマゾンでさ、なんかさ、いろいろやってたらさ、なんかすごいお口とかにしたら、結構怖かったんですけど、なんかね、これ見つけたら何これと思って、スパイダーマンのさ、ゴブリンのさ、爆弾みたいな、そんな感じのチョコレートを買いましたね。それっぽいなと思って、俺。それだったらさ、早く行ってよ、普通に。知らんかったじゃん。俺んちのさ、床に落ちてた、このなんか、チェダーチーズ?次にこれですね、このなんか、奥歯をさ、なんかすごい引っこ抜いてくれそうなさ、なんかチョコレートですね、これ。で、最後にこれですね、このなんか。なんだこれ。チョコレートケーキ買ったらなんかネットで。これネットで売ってんだね、チョコケーキって。これ見てすごくない？めっちゃこんなにさ、シワがないんだな、みたいな。はーい。赤ちゃんかな、結構。くせ。まあ、今日はこんな感じで用意したんで、しっかりちょっと並べて、サムネ撮りたいと思います。とりあえず。はい、行ってきまーす。じゃっ。あーもうあ、すごい。違う世界にいてた、今、本当に。ねんまい。結構綺麗じゃない?こんな感じで、なんか、すげえ時間かかって、イエイしてるんですけど、今、なんか、なんか、これ結構綺麗じゃないですか。やっぱりさ、チョコレートって言ったらさ、やっぱこれだろうな、みたいな。はい。僕にとって、なんか、これしかないでしょっていう、もう今日もね、辛い要因でちょっと用意したんで、これなんか、なんかさ、見て、こんな感じで、油そばってやつですね。もういいじゃん、ちょっとくらい食べちゃったよ、普通に。結構食べちゃった。まあ、いいや。で、久しぶりに食べたら、なんか、絶対これより美味しいもん。このチョコレートたちより全然美味しいよ、麺の方が。当たり前じゃん。え、なんか爆発した?どれから食べようかな。やっぱりさ、インパクトが少ないさ、このなんか、この地割れみたいな、ちょっとチョコレート食べてみていい?これなんか、ほら見て!カピカピじゃん、もう。いただきまーす。すぐ!おぉ。あんま好きじゃないタイプのチョコレートだ、これ。ああ、そういう系ね。そういう系のチョコレートね。はいはい。じゃあさ、このさ、揚げ出し豆腐みたいなやつ食べていい?これ。一番美味しそうなんだよね。なんか意外と。俺の中でね、やっぱりね、なんか丸いものってさ、ちょっと結構美味しそうだなって。常日頃からさ、やっぱりさ、つぶやいてるんで、独り言みたいな感じで。こうやって見るとさ、わらび餅に見えてきたよ。なんか、いただきまーす。これやばい。これめちゃめちゃやばい。なんかね、もうなんか、オレオじゃん。オレオってさ、もうさ、その状態でもさ、十分さ、なんか、家の中走り回るから美味しいじゃないですか。これを着たらね、なんかね、もうね、もうさらにね、レベルアップしてやばい。なんか、アイアンスーツ着てる。あれ?おー、聞かれちゃった勘違いだ、俺の。普通に俺の勘違いだった、今。うどん食べていい?これ。うどんじゃない?なんか、油そば的なやつ?これすごい美味しそうというか、もう、食べてったかわかる。美味しい。やべえ。この世にこんなに美味しいものがあるんだって、本当に思っちゃったぐらい美味しいもん、これ。責任取って、ちゃんと。太っちゃうじゃん。うん。やべえ。うん。ちょっとチンするね、チン。チンチン。おかえり。ただいま。あ、調子いいね、今日。カッチカチ。でもやばくね、これ見て。これチョコレートって言ってもバレないんじゃない、普通に。うん、やばい。あっ、めっちゃやばい。なん
ーメンってこんなに美味しいんだね、俺って。ラーメンさ、俺さ、前も言ったか分かんないけどさ、知ってる？俺普段さ、ラーメン食べないんだよね、本当に。今こそさ、家出れないけどさ、なんか本当にさ、家出れる時でさえさ、なんかさ、俺ラーメン屋行くことないもんね、普通に。地面みたいだ、普通に。地面じゃん。チューリップのさ、なんかさ、種とか埋めたら、生えてきそうだもんね、これ。いただきます。やばっ。これとこれ。あぶさっきのってさ、何なのかなみたいな。はい。さっきのおにぎりじゃないからね、普通に。これなんですけど、これ。ああやばすごい気持ち悪い。正直ね、あなた。あ、正直ね、俺。あ、買ったなんだこいつ舐めてんの？ちょちょ、舐めてない舐めてない。これもチョコじゃん。どういうこと？めちゃめちゃ美味しそう。これチョコケーキでしょ。はい。おいしい。めっちゃ美味しい、これ。やば。めちゃめちゃ美味しいんだけど。今日は本当に一日中動画撮ろうかなと思って朝から早起きしてやってたら、あの部屋の掃除とか、勉強とか、あ、勉強じゃない、なんもねえ、やせ。今日こそベランダ出ようと思ったらちょっと背中かゆくてやめちゃったか。もう出ないね、俺。出ない。甘すぎてね、なんか。うんうん。あ、先が見えない。俺の未来みたい、なんか。めっちゃうまいこと言えてんじゃん、普通に。笑えないけどね。これっすね、これなんか。ジャイアントコーン。あ、ジャイアントコーンじゃない。なんか、ジャイアントって書いてあるもんだって。ジャイアントチョコレートクッキー。あ、クッキーじゃん。レンガみたい。あ、美味しいじゃん。買った。うん、美味しい。美味しいよね、これ。ふぅ、眠え、知ってる人教えてほしい。チョコとか食べると眠くなる。異常に眠たいんだけど、今。え、すっげえよ。子守歌とか歌うのにさ、チョコ食わしときゃいいなと思っちゃったもん、今。やばい、これ。異常なほど美味しい。かけるが飛んでちょっと間違えた。あ、でかいの、でかいの来るよ。出ちゃった。俺のお尻がね。あっさー。うん。めっちゃ美味しいな、これ。これしか食いたくねえもん。そうですよ。そっか、味が濃い。味が濃い。一食で食えん。これいくか。3枚で1セットなんだ、結構。お得だね、じゃあ。3枚多分さ、だいたい靴下でさ、398円みたいな。なんか、3セットで1000円とかじゃない？おそらく。うん、美味しい。いつかこさ、やっべえ、全然食えないこれ。これはやべえ、これ一番やべえ。中学生ぐらいの時さ、俺格好つけてさ、スニッカーズが主食みたいな感じで食ってた覚えある、結構。あっと、あっつ、めっちゃ熱量、やべえ。あのさ、なんか、あのさ、あ、違う違う、あのなんか、重量級なんだよね。重量級プラスくどいからさ、くどい、もうやだ。全然切れねえじゃん、これ。おにぎりっぽいね、これ。おにぎり、おにぎり。シャカおにぎり。水飲まんとやってられん。すっげえ。なんかね、好きになっちゃいそうなぐらいね、美味しい。やばい。これ、言っとく、これ。あー、俺、し、あ、しゃ、チキンじゃん、だって、チキン。おぉ、もうね、チキンだと思ったらチキンだわ。硬いし。泣きそう。泣きそう。やっぱ。はぁ、あ、もう生き返る。生き返っちゃった。まあでもやるって言ったからにはやらなきゃいけないでしょ。やっぱ、追い込むね。もう、そういうとこ好きだよ。こんな感じで。やばくね。めっちゃ美味しい。やばい。やっば。いいじゃん。普通に。それもう食べられない。
もう、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 もう食えない。ラップに来るんで、これはもうラップに来るんで、今さ、夜のさ、本当にさ、もう朝なんで、冷凍したりちょっと休憩したいと思いまーす。ということです。休憩しまーす。ということで、さっきね、喋ったんですけど、なんか、チョコだけ食べるので、もやっぱ無理だね、もう、チョコはね、たまに食べたいなっていう感じですね。あ、なかったらインスタグラムとツイッターフォローしてほしいです。ということで、もうなんもないんで、終わりたいと思いまーす。